第61回有馬記念枠順発表後の本命予想、穴馬予想を行っていきたいと思います。前回の動画で有馬記念の出走登録馬段階での、予想も公開しておりますので、気になる方はぜひそちらもご覧になってください。では枠順発表後の予想を公開していきます。はい、では本命馬の方から推奨していきたいと思います。私の方から推奨させていただく馬、人気馬ですが、まず1頭目、6枠11番里のダイヤモンド、こちらを推奨させていただきます。このダイヤモンドですが、菊花賞を勝って、有馬記念に臨んできてます。なのでこの馬に関しては、マカ引きに続く2番手という評価になってますけれど、菊花賞を制して有馬記念に出してきてますので、3歳での実力の部分においては、ピカイチかなっていうのは正直なところです。で、里のダイヤモンドの買いポイントとしてなんですが、まずですね、菊花賞を制したこの部分ですね。で、神戸新聞杯、これが阪神の勝利になってますんで、メンバー的にもここを勝つっていうのが、やっぱり3歳の王道路線になるかと思いますので、この2点、ここは買い要素として捉えていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、続いて、東京優秀ですね、日本ダービーの方でも、先ほど述べた通り、マカ引きに続く2番手という形で、ほぼほぼ、その方も 0.0 秒差という形なので、離さ程度の差しかありませんでしたので、こちらの方も、今年の3歳のマカ引きに続く2番手という意味合いでは、十分な買いポイントになるかなと思います。あと、こちらですね、よく見ていただきたいんですが、11番に里のダイヤモンド、こちらに入っております。で、横の方にですね、里のノブレス、これが同じ里見オーナーの所有馬となってます。なので2頭出し、この部分は、オーナーにとっても、ダイヤモンドの方にとってもプラスの要素になることは間違いないかと思います。なので今年の予想として本命に押させていただくのは里のダイヤモンド、ノブレスの方で、ラビット役として先行して、道の方を開けるだとか、先行でまくるようならツツキにも行くようになると思いますし、ダイヤモンドにとって、悪いような流れは作らないんじゃないかなっていうのがありますので、今年に関しては、6枠の11番里のダイヤモンド、こちらが本命とさせていただきます。はい、そうしましたら2投目の候補を述べていきたいと思います。2投目以降はですね、人気馬の、北サンブラック、里のダイヤモンド、ゴールドアクター、これら以外から、選出をさせていただいてますので、人気馬と引っ掛けて使っていただいても十分な配当妙味がある馬から選出させていただいているかと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。私の方から推奨をさせていただく2投目ですね、2枠の4番山勝エース、こちらを推奨させていただきます。こちらが山勝エースのここの戦績となっております。で、前回の動画でも述べた通り、金庫賞、こちらを 2000m の中距離ですね、1着で勝利してます。で、あと中山金杯、こちらの方も 2000m の金杯で勝利してます。これは中山コースですね。で、あと去年の4月にニュージーランドトロフィー、これの方も1着と勝利してます。なんで中山のコース形態が非常に得意な馬っていう形には移るかと思います。なので、やっぱり中京中山、この辺りではやっぱり構想を狙ってくるはずだと思います。なので今年のポイントとして、穴馬が飛んでくるっていう部分も十分ポイントになってくるかと思います。頭ではちょっと買いづらい1頭ではあるんですが、2、3着ですね、馬連馬単の2着候補ないし、ワイド3連複3連単の穴馬候補として選んでいただくには十分な、配当もついてくる1頭だと思いますので、この辺りポイントになってくるかと思います。それと加えてもう1点ですね、池添健一が騎乗となってます。池添騎手の方が G1 で、騎乗した際ですね、やはり構想が非常に目立ちます。穴馬以外に乗った時でもこれは非常に構想率が高くなってます。これは本人も言われてたりしますので、意識してやっぱり G1 は積極的に乗ってるのかなとも思います。なんで今回の山勝エースの単勝率が100倍を超えるようであれば切っていただいてもいいかと思うんですけれど、
6倍以内、まあ、99以下ですねに入っているようであれば十分活躍の余地があるかと思います。なのでこのあたりポイントとして有馬記念でぜひ考えていただけたらと思います。あとですね、山勝エースは比較的に前目、まあちょっと6、8、8、7なんで前回はまあちょっと後ろ目からになるかと思うんですけれど、基本的に結構前目の競馬が多いかと思います。有馬記念の客室なんですが、馬券になった馬の客室がですね、やっぱり先行差し寄りなんですね。逃げは残りづらいっていうのもありますし、追い込みは届きづらいっていうのがあるかと思います。なんで、まあ、先行差し、競馬をする立ち位置も非常に、動き的にも先行差しですね、先行差しこの位置を非常に取りやすい馬かと思いますので、ぜひ高配当をこちらの馬で取っていただけたらと思います。はい、ではこちらがサウンズオブアース個々の戦績となっております。ですね、まず注目点として今回はジャパンカップで好走をしてます。去年はジャパンカップで5番人気で5着です。で去年は、有馬記念の方で2着に好走しました。今年はジャパンカップが2着、そして有馬記念という形になってますので、このあたりこれがどういう風に映るかっていうのが非常に大事な部分になってくるかなと思います。このジャパンカップ2着っていうのがですね、単純に仕上げた2着なのか、それとも自力上位での2着なのか、この部分が非常にポイントとして重要になってくる部分だと思います。メンバー的にもですね、今年のメンバーは北サンブラック、まあおそらく今年の年度代表馬はこの馬になりそうな感じですね。であとこちらですね、6枠の11番里のダイヤモンド、これが3歳の最強馬として今年は言われています。であと去年の覇者としてゴールドアクターですね、これが2番枠に入ってます。なんでこの部分、これらの馬よりも本来の意味合いで自力が上位なのかどうなのか、ここの部分が非常に重要になるかと思います。なんで調子を上げての2着なのか、ここですね、ジャパンカップでここは調子を上げて2着になったのか、はたまたそれとも自力が出て2着になったのか、この部分は非常に重要な部分になるかと思います。おそらくですね、私の見解ではここはおそらくは調子を上向きに持っていってたんじゃないかと思いますので、まあ、有馬記念で正直その余力が残ってるかどうかが非常に大事にはなると思うんですが、まあ、阪神出走してですね、全て馬券になってたりとか坂のあるコースでやっぱり優位なのかなっていうのも映りますので、なんでまあそのあたりちょっと考慮した上で、やっぱり抑えておかなければならない一頭かなと思います。ただですね、山勝エースよりはやっぱり1枚落ちる穴馬になるかなと思います。なんでこの馬は来ないだろうと思われる方はバッサリ切ってしまっても構わないと思います。2014年の有馬記念ジェンティルオーマー優勝しましたが、その時もジャパンカップ4着に敗れてますので、調子をそこに持っていくっていうことは非常に大事な部分かと思います。なので今回はジャパンカップで好走してる分、バッサリ切ってしまってもいいとかなと思いますが、内枠に入りましたので穴馬候補2頭目とさせていただきます。では残りの馬たちのですね、捨て取り候補なんかを挙げていきたいと思います。まず2番のゴールドアクターですね、こちらから見ていきたいと思います。こちらがゴールドアクターの個々の戦績となります。見てもらったら分かる通りですね、オールカマー1着、日経賞1着で、昨年の有馬記念1着ですね。なんでまあ中山に関してすごく適性がある一頭かなとは思います。なのでこのあたり、まあ、ジャパンカップを使って4着っていうのもあるんですけれど、ローテーション的にジャパンカップから使ってくる馬っていうのはやっぱり自力がもともとある馬が多いんですけど、この馬も天皇賞でボロ負けはしてるんですが、ここの部分以外が割と堅実に走るイメージはあります。なんで、まあ、ジャパンカップを目標に仕上げていたのか、それともここは叩きで有馬記念用に余力を残しているのか、ボロ負けはないと思うんですが、連覇っていうのが非常に有馬記念は難しいレースとされてますので、頭は正直ないかなと思います。なんであくまでこのゴールドアクター、この馬は抑えまでとさせていただきます。はい、では続いて2投目ですね、捨て取り候補2投目、8番のですねミッキークイーン、こちらを見ていきたいと思います。こちらがミッキークイーンのここの戦績です。
今回はエリザベス女王杯、ここからステップレースを使って臨んできます。この馬に関してはですね、中山の出走が1回もありません。まあ、阪神牝馬だとかですね、ローズステークスで忘れなさそうは正直ちょっとオープンレースレベルのレースになるかと思うので、まあ、ここに関してはそこまで気にしなくてもいいかなと思うんですが、ただまあ阪神に関しては割と構想ができているので、この辺り捨て取りでいうと、まあ、この馬ですね、この馬55キロで出走できます。で、構想が高い4枠の8番ですね、ここに入ってますので、一概に切ってしまうのも問題かなとも思います。ただですね、有馬記念自体がやっぱり牝馬で、好戦績っていうのがやっぱりなかなかないんですね。過去にジェンティルドンナ、ブエナビスタ、ダイバスカーレット、まあ、これらの馬がやっぱり馬券にはなってはいるんですけれど、ここの部分がですね、実際やっぱりこの馬たちは自力がかなりある馬、あと牝馬で出走したラキシスで、ビルシーナ、名勝マンボ、これらの馬らもですね、やっぱり4歳5歳で出走して結果として馬券にはならず終わってしまってます。なんでミッキークイーンが今年4歳なので、このあたり、まあ、馬券になるとするのであれば今年っていう可能性は非常にあるかと思うんですけれど、やっぱり自力が、まあ、ジェンティルドンナと同格、ブエナビスタと同格、ダイワスカーレットと同格、そこまでは正直いかない一頭かなと思いますので、捨て取り候補の一頭として挙げさせていただきます。なんで押されてる方は、ローテーションがエリザベス女王杯から向かってきた馬っていうのは比較的構想が目立ちますので、押さえとして買っていただくには非常に大事な一頭になるかと思います。ではここから、消し候補を挙げていきたいと思います。今からお伝えする消し候補はですね、消しとは申し上げてるんですけれど、紐に押さえていただく必要も少々あるかと思います。そのあたりもご自身でご判断いただいて、馬券に消す、紐として加える判断いただければと思います。まず、皆さん気にされてる一頭だと思います、北サンブラック、こちらについて掘り下げていきたいと思います。まずですね、北サンブラックが1枠1番を引きました。この馬に関しては正直逃げに徹するかと思います。これが過去の北サンブラックの戦績なんですが、ジャパンカップも逃げで優勝ですね。で、京都大賞典も前の方で先行ですね、まあ、先行逃げの方を打っています。で、宝塚記念も同じく、で、天皇賞春も同じく、で、産経大阪杯も同じくですね。で、去年の有馬記念も騎手こそ変わってるんですけれど、去年も逃げに徹してます。この辺りでですね、まあ、やっぱり余力がジャパンカップ1着に構想してますので、もともと目標がジャパンカップだったのであれば、有馬記念まで本来余力が残るものではないかと思います。この馬に関しては、当日の芝のレースですね、こちらを見ていただいて、前の馬が潰れているような形で、まあ、残ることもしていないようであれば、思い切って消すのもありかと思います。ただ頭もないかと思いますので、紐の一頭として上げるレベルでいいかと思います。一番人気に支持されてますが、里のダイヤモンドと割れての一番人気ですので、まあ、やっぱり里のダイヤモンドを支持する方と、ジャパンカップで1着になった北サンブラックを支持される方と分かれてると思います。なんでジャパンカップと有馬記念、これ両方勝利するっていうのは非常に難しい一戦かと思いますんで、なんでまあこの中で今回はジャパンカップに向けて仕上げてたのであれば、思い切って消すっていう選択肢もありかと思います。消し候補2投目、マリアライトですね、8枠の16番に入りました。なんで、前回の動画の方で穴馬で1頭押してはいたんですが、枠順発表されてピンク棒に入った馬は消しかなと申しましたが、16番に入りましたので、こちらに関しては去年も同じ16番で4着だったんですが、今年も同じ4着じゃないかなという感じがしてます。なんで牝馬はちょっと構想しにくいっていうのもありますので、まあ、先ほど挙げたあの名品と呼ばれる馬たちと同格かと言われたら、まあ微妙なところもあるかと思います。ただ宝塚記念は制してますので、まあ、レベルがもともと高い馬で、そのあたり自力でカバーするっていうのもあるかと思うんですが、外枠に行った分今回は消しとさせていただきます。で、こちらが、マリアライトのここの戦績ですね、まあ、エリザベス女王杯で1番人気で負けてますので、有馬記念を目標に仕上げてくるっていう可能性は十二分にあるかと思いますので、このあたり
丸葉の消しっていうのも構わないとは思うんですけれど、押さえとして肝に入れていただいてもいいとかなとは思います。では、有馬記念総括していきたいと思います。私から推奨させていただく本命馬は里のダイヤモンド、こちらになります。まあ3歳のレースでも好走してますし、まあ3歳の馬で出してくるってことはそれだけ5馬とやり合える実力があることだと思います。加えてまあ同じ馬主が2頭出してますんで、この馬正直好走する確率ものすごく高いと思います。なんでこの馬を本命とさせていただきます。でもう一頭ですね、山勝エース、これが穴馬、今8番人気ですね。まあ当日になったらもうちょっと上位に行くか、もしかしたらもうちょっと下がるかっていう形になるかと思うんですが、穴馬の対抗としてはこれが非常に面白い一頭かと思います。穴馬の候補として、まあ、ワイドなんかで引っ掛けて勝負するのも面白いかなと思います。でもう一頭穴馬ですね、今は3番人気になってるんですが、サウンズオブアース、まあ、これが人気上位になるようだったら消して、まあ内容だったらこれも穴馬として加えて馬券を購入するっていうのが面白いかなと考えてます。あとですね、人気馬になるだろう2頭、これに関してもちょっと触れていくんですが、北サンブラック、これはもう当日のレースを見てみてください。中山の芝がもう剥げて内が全然残らないとか、逃げ馬先行が潰れてるなって思われたら、もうぜひ馬券から消してください。これは消していただいても十分いいと思います。頭はないと思いますので、馬券の頭は不要かなと思います。思い切って消します。で2番のゴールドアクターなんですが、これは中山の後者という形ですごく好走してると思います。なんで本当に当日まで4番人気になってるようだったら、これも引っ掛けて切り替えてこの2頭で勝負するのもいいかなと思ってます。なんで里のダイヤモンドから軸でゴールドアクター、これにワイドでお勝負するのも面白いかなと考えてます。ちょっとしたネタ馬としてミッキークイーンですね。これもまあ今年の象徴でクイーンが走るかもしれませんね。で、もう完全な消しではないんですが、マリアライト、まあ、これに関してもあっても 2,3 着までだと思います。なんでこの辺り、まあよほどちょっと人気がないようだったら考えますが、今5番人気なんで、まあ 6,7 番人気ぐらいですかね。なんでその辺りだったらもう思い切って消して、穴馬を加えて今年の有馬記念ボーナスを JRA からいただきたいと思います。以上が私の考察でした。皆さんの馬券ライフにお役立てください。ご清聴ありがとうございました。